以下にエレクトロモーティブディーゼルとその前身であるゼネラルモーターズエレクトロモーティブディビジョンエレクトロモーティブコーポレーションが生産した機関車の一覧を記す一部の形式では著作権保護のために画像を転載できないため英語版も合わせて参照のことエンドの前身である EMC が鉄道車両の生産に参入した九百三十年代初頭は鉄道車両のデザインとして 流線型が流行していた。そのため、集中動力式の流線型鉄道車両や試作機関車を生産した。大半は一両限りの生産で廃棄されたが、EMC は1936年まで独自に車体を製造する能力がなかったので、ウィントン車とゼネラルエレクトリックが発電、制御、伝達駆動系を担当、車体は下請けが製造した。 スイッチャーの形式にあるアルファベットの意味は、下記の通りである。旅客用、キャブユニットの形式にあるアルファベットの意味は、下記の通りである。貨物用、キャブユニットの形式にあるアルファベットの意味は、下記の通りである。形式にあるアルファベットの意味は、下記の通りである。ロードスイッチャーの形式にあるアルファベットの意味は、下記の通りである。末尾のサフィックスの意味は、下記の通りである。 形式にあるアルファベットの意味は、下記の通りである。末尾のサフィックスの意味は、下記の通りである。形式にあるアルファベットの意味は、下記の通りである。カウルユニットの形式にあるアルファベットの意味は、下記の通りである。末尾のサフィックスの意味は、下記の通りである。ありがとうございます。